作戦内容を確認の上、出撃準備をお願いします。ミッション内容の確認をお願いします。機体の状況の確認をお願いします。出撃です。敵はあのグールだ。俺も今回は甘いことは言わない。グールの前衛は HLV 基地に到達した模様。ダブデを中核とする後衛の部隊が進路上に展開中です。そいつらの排除が先か。言われるのか。いつになく消極的じゃないか。なに、俺たちならやれるさ。ああ、俺たちならやれる。行くぞ。に入りました。十分に警戒してください。動き続けて拡大するんだ。突き伸びて何とか懐に入る。伝達、あいつの砲撃を黙らせられないか。ああ、任せておけ。ターゲットです。残りの攻撃ターゲットも破壊してください。家に出る。この位置を出すぞ。デッキで落とした。装備は充実してるが、あまり実戦慣れしてないようだ。どうせエリート様は安全なところで大口だけ叩いてたんでしょうよ。やれ、一気撃墜。撃墜、撃墜、撃墜、吹き飛べ。さあ、撃撃破だ。吹き飛べ、落ちろ。ターゲットの破壊を確認。未確認機が接近中。警戒してください。敵モビルスーツ部隊が出現しました。吹き飛べ。どうやら現地部隊とグールの間で何かトラブルが発生した模様。これで時間が稼げる。このチャンスを逃すな。ほんとグールってのはどいつもこいつも。
奴は俺の担当だな。残った戦力でやるしかない。交代する。その機体は私のものだ。今すぐに降りて引き渡せ。何を言っている。これは俺が受領したものだ。敵も来ているんだぞ。 HLV を送り出してから話くらいは聞こう。キッチング隊ごときが。これは命令だ。従わねば HLV を撃破する。この状況でまだそんなことを言ってるのか。貴様らにそんな権限などありはしない。えい、HLV 発射を即中止しろ。貴様らは最後まで地上で戦い続けるんだ。バカはやめろ。わかった。抵抗はしない。銃を下ろせ。それでいい。だがどのみち敵前逃亡は死罪だ。させるか。連邦がなぜ。貴様らこそ反逆者だ。俺は兼ビーダーシュタット少尉。そちらが HLV を守った意図を知りたい。俺はマット・ヒーリー中尉。俺たちの目的はグールの殲滅だ。奴が HLV に攻撃したことで任務目標外と判断した。俺は無駄な血を流したくなかっただけだ。それであんな無茶。信じがたいが、同胞を救ってくれたことは感謝する。で、注意。どうする。武装を解除して投降してくれ。それはできんな。まだ俺たちにはやらねばならんことがある。そうか。ではここは見逃す。互いに引こう。な、何変わったやつだ。了解した。だが次に戦場で会えば戦うことになるぞ。その時はまた降伏を勧告するだけだ。軍人としては失格。しかし嫌いではない。